里さん、本日はよろしくお願いいたします。早速なんですけど、はい、ミスティのフリーっていうゲームはご存知ですか？いや、ちょっと聞いたことなかったんですけど、そうですね、はい、でもなんか橋本さんにこういろんなことを教えていただけるということで、はい、すごく楽しみです。来ました、はい、カジノはされますか、普段？カジノとか、そういう賭け事ってあんまりやる機会ないんですよね、はい、意外ですね。ちょっと今日は私がたっぷりとこう教えさせていただきます、はい、で今回やるのがミスティのフリーっていうゲームなんですけど、うん、はい、無料で楽しめるオンラインカジノゲームで、うん、はい、カジノにあるバカラとかブラックジャック、うん、あとポーカー、スロット、うん、ルレットなど50種類以上のゲームが楽しめちゃうんですよ、なのでもう本格的に面白いので、ぜひ今日楽しんでてください、はい、全然難しくないです。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあこれからバカラをさせていただきたいと思います、はい、で私が先行で行かせていただきます、うん、うわー、これちょっと難しいですね、流れが。プレイヤーでいきます、はい、やばい、あ、やったかった本当にドキドキする。負けたくないのでマサトさんに勝ちたいですね。ってなると次バンカーじゃないかな。バンカー、バンカー、あー、ダメだ、プレイヤーだ。でも流れはやっぱプレイヤーに来てるってことですよね。30でいきます。いやー、ちょっと待って、私もうダメだ、ちょっと待って、なかなか流れが。3連敗じゃないですか、今1回勝ってるから2連敗。次バンカーだと思います。ここでいつもだったら取り返そうと思っていっぱいかけると本当に負けていっちゃうんですけど、今日はちょっと短い勝負なので取り返したいので、ちょっと大きめにかけてきます。バンカー、バンカー来てちょっと待って、今日すごい弱い。橋本さんが負けてるっていうことは僕としては嬉しいってことですね。はい、嬉しいってことなんです。そういうことですよね。はい、喜んでいただいていいんですけど、どっちなんだろう。取り返したいのでちょっと200でいきます。やば、あ、タイだ。はい、タイってことは負けってこと。タイはなんていうの、引き分けなので現状維持です。現状維持、なるほどなるほど。現状維持です。マイナスのまま現状維持しました。1勝3敗1分けみたいな。はい、それなかなかじゃないですか。残念な結果ですね。続いてマサトさんなんですけど、はい、この企画実は罰ゲームがありまして。罰ゲーム、はい、はい、なので3つのゲーム合わせてミスティドルが少ない方が罰ゲームをするんですね。おでそれをちょっと決めたいんですけど、マサトさんが負けたら、うん、腕に私をこう絡めてもらっていいですか？絡めてもらう、はい、絡めてもらう、はい、それ罰ゲームになりますそれでじゃあちょっと腕立て伏せみたいな。腕上げる、それなかなかですね。上げられます？わかんないですけど。私結構ちょっと重めです。ちょっと上がんなかったらかっこ悪いですよね。はい。なるほど。わかりました。でも勝てばいいんですもんね。はい、勝てば大丈夫です。ね、はい。ちなみに僕が勝った場合はやっぱり一番きついと言われているキングオブスクワットですかね。あ、結構きついやつをやってもらおうかな、うん、やばいですね、はい、ちょっと待って、マサトさんの罰ゲーム緩くないですか？そしたらマサトさん腕の手伏せ1000回とかのがいいんじゃないですか？いやいや、1000回はちょっとなんかできないんじゃないですか、はい、はい、お願いします、はい、これ今プレイヤーバンカー、うん、プレイヤーバンカーできてますもんね、はい、そうですっていう流れでいくとやっぱ次プレイヤーじゃないですかと僕は思うんですけどね。私はバンカーだと思いますね。でも今日橋本さんだいたい来てないですもんね。え、橋本さん今日来てないですもんね。はい、はい、そうですね。あ、でもマサトさん、はい、男じゃないですか、はい、やっぱ書き方お褒めに行った方がいいんじゃないですか。そうですね、まあちょっと500くらいちょっと。おー、すごい。プレイヤーに500、うん、お、大きくいきましたね。はい、
三、九、よし勝ったでしょ。勝った。よーし、よーし、勝ったぞ。もう負けじゃん。だって500かけてました今。よし。もう完全に負けちゃった私。やっぱこう流れがこう来てますよ。本当だ。ってことはいい流れですね。次バンカーと思わせながらも実はプレイヤーなんじゃないかな。はい、いいんですかそこ。そんな変えちゃっていいんですか。やっぱこうだってこう来すぎですよこの流れ。うん、来すぎですね。ちょっと出来すぎでしょ。はい。でここに500。はい。じゃあ行きますよ。はい。3あ、タイだ。すごい。タイ危んなぁ。危ないですね。まあ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 。すごいドキドキしてますね。まあまあ、でもいいですよ。すごいドキドキが伝わってくる。タイか。今こう、プレイヤー。もう一回プレイヤーかな。プレイヤーですか。また。はい。はい、行きます。はい。3。お。負け。負けました。負けた。負けました。1勝1敗、1引き分け。バンカー行きますよ。はい。バンカーにまた1000くらいいっちゃいますよ。はい。上に行きますね。よーし。あ、違うの。勝った。あ、勝ちました。よーし。結構いいんじゃないですか。そっか、これ全体のミスティードルで競ってるんですよ。うん、だから多くもらえればもらえるほど。そうですね。次のってことなんですよ。有利になるってことですね。そうなんですよ。こう来た。またバンカーじゃないかなこれ。またバンカーいきます。もっとかけていただいてもいいですよ。もう最後5000ですか。500。じゃあこれで、はい、バンカーでいきます。はい、はい、おー強い。あれ、あ、ダメだ。あ、はい、プレイヤーでした今。でも1000でよかった。なるほど。でもマックスが、そう、マックスが1000でよかった。本当に私の悪魔のささやきが、すいません本当に。あの、でも今ので分かんなくなりましたね。え、で結局いくら勝ったんだろう。結果出ました、はい、私、うん、4840ミスティードルで、まさとさんは4450ミスティードルなので、私が今のところ勝ってます。このゲームはミスティードルで競うので、だからあんまりかけやすすぎて負けると、うん、結構痛い目に遭っちゃうっていう。まだまだ全然挽回できる。はい、あと2回、ね、2回あるのでゲームが、はい、次は、はい、しっかりと挽回させてもらいたいな、はい、頑張りましょう。ではお願いします、はい、じゃあもう僕はマックス500でいきますよ、はい、これ最初からそんなに、はい、飛ばしますね。いやだって、まあ、全部なくなるか、はい、あの0か100しかないですよ、僕の人生。勝つか負けるか。そうだ、はい、やるなら絶対こう勝ちに行きたいな。ハマったら大変なタイプですね。ハマってね。で、これで、ね、そこです。はい、いけばですね。よし、お、これいいじゃん。これでもう、はい、これは勝てますよ。あれ、あれ20？ 負けちゃった。負け普通勝つでしょ、これ。19はね、結構強い方だと思います。向こうが20だった。そう。うわぁ。そう、じゃあ、もう一回これかな。はい。これで。今の悔しいですね。え、10？ うん。もう一回、もう一枚いけるってことでね。はい、プラス3、5だから。5はね、全然いけます。5、9。まだいける、ね。まだいけます。お、19。これでも、はい、これ勝つでしょ。これ強すぎだよこれ。ディーラー強い。20だよこれ。これディーラーちょっと。ちょっとね。これ今また同じ勝負だもんね。はい。これちょっとディーラーダメですね。12。これ19でこれで、ま、これおかしい。向こうは12、はい、これ。いや、それが0か10なので。あ、0か10。そう。でもこっち19ですよ。まあさっき負けましたけど。はい、言ってみましょう。2度あることは3度ある。はい。え、20だ。これちょっとそんなことあるの？いや、このちょっと待って、あの文句言ってください。これにだって19って結構強いですよね。強いです。僕3回連続そのくらい出てますよね。うん、ちょっと3連敗ですよ。3連敗まずいね。ね、うん、いやこれ以上いったら絶対オーバーでしょ。はい。お、あれ？19。
16。やばい、これ強くないですか、ディーラー。ディーラーこれちょっとさ、4連敗で、うん、いきますよ。6、3、まだいけるでしょ。17、ここ難しいな。いいですね、17は。いや、これ負けてるからね、さっき。もう一発いくか、いっとけ。あ、やばいやばい、こっち負けたね。5連敗じゃあ私がやらせていただきます。まさとさん男らしく行かれたので、はい、じゃあ私も500でいきます。あの負ける気しないんで。はい、いきます。15。難しいところです。15微妙だな。いきます、もう1回。あ、25バストしちゃった。うわー、でもまだ1回目ですからね。10。うわ、強い、強すぎるんじゃない。これブラックジャック出しました。すごいね。結構最高額ベットしてるじゃないですか。だからディーラーが本気出してきてる。じゃあちょっと減らしてみたらどうなんですか。じゃないかなっていう。ちょっとだけ、じゃあ350とかにします。350。はい、いきます。これは18なんで、もうこれは止めますね。え、21。ちょっと強すぎでしょ。ディーラー強い。え、結構かけないと思うから。いや、200でいきます。11でしょ、8でしょ。なんてダブル？ダブル。ダブルいきます。やった！勝った。勝った。勝ちました。しかも今ダブルにしたから倍でかけましたよ。すごい。すごい。やった。17は微妙な線ですね。難しい。17はちょっとやめとこうかな。あ、当たった。え？プッシュ？いや、これ多分私勝ってるとしか思えないな。これ結構大きいの。これちょっとだって、ね、そうダブルにした時に勝ったので、うん、はい、ちょっと結果発表を待ちましょう。ブラックジャックの結果が出ました。私は4650ミスティドルで、マサトさんは2500ミスティドルで、でマサトさんが負けてます。負けてますね、これ。これはっていうか今のところ一回も勝ってないですよ、僕。はい、ね、でもまさとさんのかけ方が結構男らしくてガンガンいかれてるので、次があのスロットなんですけど、スロットでどのぐらいかけるか。あとはだってこれ結構かけないと、うんうん、逆転することできないですよね、はい、ちっちゃくかけてたら、うん、勝てないですよね。勝てないです、もう負け。 それか橋本さんが、はい、いっぱいかけてもらって負けるか、うん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 、しかないわけですよね。そうです。なので私も賭け金大きくいこうと思ってるので。いきますか。もう勝つならすごい差を開いてまさとさんに勝ちたいので。なるほど。まあまあまあ、でもまあ、ね、はい、最後の勝負、はい、まだ終わってないですか。まだ終わってないです、はい、お願いします。はい、お願いします。ラッキー猫っていうスロットをやりたいと思います、うん、はい。これあのベッド額最高100でやってますけど、うん、なんかまさとさんさっき100でやるって言ってたのにどんどんマイナスをしていって。いやでもだって持ち額が11000なわけですよ ね、うん、そうですね。ちょっとこう100でいくとあっという間になくなる可能性もあるじゃないですか、はい、うんうん、ちょっと最初様子見てこう、はい、なんとなく分かってきたらこう、うん、変えていこうかなと思うんですけど。分かりました。じゃあ私ちょっと今勝ってるので、うん、100でいきますね、はい、ではいきますよ、はい、せーの、スタート。どんどんいっぱい回した方がいいんですよね。あ、すごい。あ、$87。お、来た、来てます。あ、プラス9887。私どんどん減ってる気がする。お、すごい、来た、ビッグウィン。あ、ビッグウィン来ちゃった。ビッグウィン来た。ビッグウィン、いいな、ビッグウィン。これすごいよ、これ勝てんじゃない。本当ですか、うん、
いやでも掛け金は私より全然少ない。いや掛け金僕上げてます。え上げてます。あ本当だ、さっきより上がってる、はい、一応最初様子を見て。よーし、何これ。ビッグインはいいですよ。やばい、全然ビッグインしない。どんどん少なくなってきてる。よし、掛け金変えようかな。おお、ビッグイン、ビッグイン、ビッグイン。あすごいすごいすごい、え、なんかめっちゃ増えてます金額が。え、すごいすごいすごい、え、すごい2752ドル。やばい、これ終了。さあ終了です。どうだ、結果が出ました、はい、スロットの結果は、うん、私が7275ミスティドルで、はい、マサトさんが8489ミスティドルってことで、スロットはマサトさんが勝ってます。勝ちましたね、はい、初めて。すごい、でも結構出てましたもん、なんかあの、ね、結構こう連チャンで前半調子良かったですからね、うんうん、なんですけど、うん、合計のミスティドルが、はい、私が16765ミスティドルで、マサトさんが15439ミスティドルってことで、マサトさんの負けです。僕の負けですか。残念勝です。今後初めてじゃないですか。はい、初めましてでした。初めましてですよね、はい、橋本さんは。私は一応経験者。結構やってますよね。はい、負けにはならないんじゃないかな。本当ですか。いや完全に負けてますけど、数字で。負けてます。いやでもそんなに変わんないし、はい、やっぱまあマサトさんの掛け金がすごい男らしくて、はい、最高額でベットされてたので、はい、そのやっぱ男らしさっていうところで、うん、ちょっとやっぱマサトさんの筋トレが見たいので一緒にやります。あの僕の筋トレ習ってくれますか。そう、習いたい習いたい、せっかくこんな機会だし、はい、なので私の罰ゲームだったけど、罰ゲームだ、自ら、はい、やりたいです。やってくれます、はい、あ本当ですか。はい、でもマサトさんの罰ゲームもやりますからね。僕の罰ゲーム僕いつも筋トレやってますけど、いやでもなんか私を絡めてもらいたいまあある意味MC かもしれないですけど本当ですか大丈夫かな。でも腕折れるかもしれないですもしかしたら重いから。お願いします。せーのこれ自分の皆さんが、いやこれはこれは多分多分まあ、そうですね。なんで私が罰ゲームかな、はい、お願いします。8、9、もうちょっと後ろにグーッと押してもらうと思う。後ろにこうグーッと、こう真下じゃなくてこう、うん、後ろの方にこうグーッと、かかとにグーッと、そう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 、はい、体重が乗るような感じ。終わりました。いや、あのいつも私パーソナルトレーニングに行ってるのでスクワットやってるんですけど、結構サボってたなって思いました。もうこれ何回ぐらいいけるんですか。何回いけるんだ。すごいすごいですね。でも結構きついですけど。きついですよね。ミスティのを初めてやられたということで、うん、はい、いかがでしたか。でも勝て、最初のバカラとか、まあ、勝てなかったんですけど、はい、でもなんかこう勉強という意味でも、はい、こう入門編みたいな感じで楽しかったですね、うんうん、本当ですか、うん、やっぱりこう、あとやっぱりちゃんと勝った時の快感を味わいたかったなって、うん、あれでも結構ドキドキして、はい、18、19だったら絶対勝っただろうと思ったんですけど、はい、うん、ね、あのドキドキ感、うんうん、ちょっと楽しかったですね。楽しいですよね、うん、しかも結構ゲームのクオリティも高いので、うん、勝ってたらもう最高でした。あ、本当ですか。でもじゃあちょっと家で、うん、帰って、うん、ちょっと勝つまで挑戦してみようと思います、はい、ぜひやって勝った感覚をちょっと味わってみたいと思うので、はい、奥様とやってください。家の中でみんなでやってみてください、はいはい、なので本日はありがとうございました。ありがとうございました。無料で遊べるオンラインカジノゲームミスティーノ。
どれだけあっても全て無料。世界中のスロットマシンが大集結。ハワイアンドリーム、ドリームオブゴールド、マジックメイドカフェ、豊富なテーブルゲームも安心して遊べるね。ゴールデンチップルーレット、バカラ、ソーニャブラックジャック、カジノゲームの決定版。あなたはどのカジノゲームがお好みですか？ミスティーノ